おはようございます。俺は今名古屋にいます。今日は新潟でライブなので今から新潟向かいたいと思います。みんなは機材車でも長野あたりにいるらしいんですけど、俺はちょっと具合が優れなかったんで新幹線使います。本日は12月11日、今はね長野にいます。すごいね、このオーシャンビューね。ノーオーシャン温泉に入りました。山しかないです。はい、僕の地元です。これから新潟へ向かいます。新潟の方は今日めちゃくちゃ寒いと思われます。だからダウン着てきました。ちょっと暑いけど、これ物販可愛くない？普段にもめっちゃ使えるように物販作ってるんで買ってね。新潟ゴールデンピックス、我々今村力以外は長野から向かっております。めっちゃ日本海すごい、でかっ、ま、でかっ。新潟着いたね。着いたよ。めっちゃ風呂入った後みたいな。なんでなら風呂に入ったから名古屋着きましたね。着きました。めっちゃいい感じ。名古屋じゃねえわ新潟でした。めちゃくちゃ寒いね。やっぱいい街です ね。なんか中野みてえじゃん。人が全くいない中野。そうガチで人おらん。でも人がいない方がいいんで。熱海みたいじゃない景観。今ね中野と熱海楽しめますか。お遊びして帰ります。浅井がイチャイチャして帰ります。浅井はもうイチャイチャ しまくってるから。いやイチャイチャしこりまくってるって言っちゃった。間違いイチャしこまかりです。まさかり草をおじょぎりだ。おじょぎりだ。ダウンじゃなかったら終わってた俺。ちょっと待ってそんなそんな人いんね。あれを思い出すな。桜井くんのダブルパーカー。俺めっちゃ見てたな。マネキン5。喉終わった。喉冷やしてる。終わったね。今回の遠征も。もうすぐ頼んでる。うざいでお前。あこいつマジでうぜえわ。いや最近会社の悪魔から来た。会社の悪魔。これで会社立ってらっしゃい。お疲れ。お疲れ様ね。そばか、そば食べに行く。お前もう癖になっちゃってんじゃん。乳輪何な、通りがてら乳輪。こっからそば食って俺新幹線で帰るよ。本日私が寝させていただくベッドはこっちのベッドだ。クソすぎて言葉もねそんな人だと思っていませんでした。長い付き合いになると思ってたけどな。そんな人の集まりだ。これ大変なんすよ。これねテトリスなんすよ。設営屋さんを募集しております。撤収屋さんか。気になる方はこちらのアドレスまで。めんどくさ。ジョーハズキット .com こちら。何そんなところに。あ行っちゃった。めんどくさい編集で。は俺がハイエースにいない間に米がでかすぎだろ。ジョンがポテト食べてる。知っているだろうか。このポテトは皆さん、このポテトいつもらったポテトでしょうか。多分見てるよ。あもう使い古されてジャズキッド。これマジでねいつも食べてるから。そうでも減らない。マジでなくなんない。4月15日まで来年の。え全然余裕じゃん。ここにこれどれどれどれ。ああこれは同じ時期にもらった。えこれとこれを食べる人いろんな味を体験できて眠気が飛ぶ。甘いしょっぱいを交互に食べることができる。これはねマジでなくならないんだよな。美味しいです。美味しい。これありがとうございます。じゃあそば食いに行こう。やばい狂気的な顔だ。つかまりの釜の部分。マリの部分。誰マリ。お前の浮気相手誰だよ。マジで記憶にないんだが。記憶にないってことは、ってことは事実はあったってこと。超大変なんだから編集。みんなコメントしてね。
あと面白いと思ったらツイッターとインスタもフォローしてね。しかもさ、面白いと思ってる指標が俺たちの指標じゃん。え、だからそれはさ、俺たちと気が合うってこと。え、違う、だから面白いと思われてない可能性めっちゃある。こんな言ってたらおもろいやろ。いや、お前だから今ピーピーってなってるから、やっぱやっぱってなって、つまんないわ。ほらほら、なんかさ、ツイッターでさ、そのなんていうのとかさ言ってる人って、うん、その教養がないらしい。マジで言ってた。教養のある面白さを提供した方がいいらしい。例えば、提供できないのか。じゃあなんだろうな。おこがん、おこがん、何今、うんは急にお腹空いて元気なくなるのうざいんだけど。ちょっとこの編集だるそうだなと思って、その編集してる風景を考えたらかわいそう。お前なんでお前がかわいそうになって、お前が元気なくしてんの。それが腹立つわ。全部喫煙所。待って、え、こっちとかやばいわ。マジ喫煙所のマークに見える。フォーリミのさ、終わった後さ、俺とさ、浅井で裸の殴りながらさ、ありがとうございましたってストーリーあげたじゃん、うん、したらめっちゃキモいって男からストーリー。本当に。蕎麦屋探すぞー。蕎麦屋にワープ。ありがとうございます。来ました、ヘギ蕎麦。ヘギ蕎麦、ヘギ蕎麦。料金を見て一瞬サイゼリアに行こうかな。いや、しかもなんか入ったらラストオーダーもうちょっとなんですけどって。大丈夫ですかって入っちゃいました。しかも6人タレカツ丼セットの大盛り。ごめんなさい。急でもない。この借りは自分の仕事で返す。どうやって返すんだ。どうやって返すんだ。誰にどう返すんだ。ヘギそば屋さん。今からヘギそば屋さんになります。こうやって、あ、これ何店、どこです、何さんですか。これ確かに駅にありました。新潟駅の心、心、小島屋。小島屋。小島屋、小島屋です。いいじゃん。こうやってやったら出てくるでしょ。それぞれ来始めたので食べるよ。またね。え、みんなお疲れ。お疲れ。美味しい。マジで美味しかったです。本当に美味しかったです、ヘギそば。では今週大阪で、またね。そば屋とってでは。